立浪監督、細川肉芸。細川が久々の敵地だ。良かったり悪かったりしますけど、細川あたりが打たないと点が入らない状況なんで、1打席1打席の内容を彼にはしっかり追い求めてもらいたい。中地はボールは本当に良かったと思うけど、地球が多かった。そこは課題。本当はあの回、6回まで最低でも投げてほしかった。変えましたけど、リリーフ陣も頑張った。リリーフも結局よくしのいでくれたんですけど、今日は全体的に四球が多かった。普通であればもっともつれるような展開だったと思う。点の入り方自体はカリステのホームランもあって、効果的な点が取れてよかった。現役ドラフトの玉にされた選手がここまで背負わすって、どんな編成してるんや。来年はデさんが大砲くれるから得点力も倍増やで。タッツは人使いが荒い。来年は山川が後ろになるから気楽に打てるだろう。山川山川ゆけど、山川でもこの球団嫌だろう。ゲンドラの拾い物が打たないと点が入らない状況なんでって、恥ずかしげもなく言っちゃうのが立つ波らしくてスコ。来年は2割2分14本ぐらいの成績に落ち着きそう。リアルやな。ご視聴ありがとうございました。